日とかにやろうかな。明日はちょっとお仕事があるんだけど。元旦外れたの、なぎさんって。うん、黙ってるよ。アイメイクちょっと違うなって思ったけど。え、いや、なんかショールームね、なんかね、あれないよ、あれない、なんて言って薄く映るんや、意見。そう、こんばん。前髪調整中、薄め前髪。そう、ももはね、基本メイクは普段あんま変わらないよ。そう、でも今日はね、急いでね、あのメイクしたんですよ。そう、小3かな。そう、嬉しい。粉っぽくなったね。本当？メイクの雰囲気ないけど、一緒だよ。か、でもその日によって映り方がなんか違うかったりするから、なんでだろうね。私の顔が違うのかな。どうなんだろう。簡単。なので倍率高い。そうなんかな。でも全員だから。っていうのはあるよね、やっぱりいつもよりも人数が多いから、その分ファンの人が応募してくれてるから。大晦日って STU なんかしてるっけ、いつも。あれしてたっけ、いつも。なんか釣り食べとこ、ここに。あ、年越し配信ね。してよはしてないよね。どんなことして過ごす？なんだろう、どんなことして過ごそうかな。家族で過ごす。ジャンプしたことない。昼まで寝る。こたつみかん。ゆっくりやな。ゆっくりが一番よ。ももかわ。初日の出は見ないよ。近所の神社に集まる。でもね、なんだっけ、2年前とかもお姉ちゃんをめっちゃ近くの神社に連れてった気がする。12時だった後もうめっちゃ、そう、なんか本当、あの屋台とか全然出てるような神社ではないんですけど、
年越しの時父親に泣かせて、おいいね。私も毎年ジャンプするの忘れてるんだよね。初詣いいよね。私は元旦公演があるから夜更かしできない。そうだよ元旦公演があるからほどほどにって感じ。うどん派のおもちゃんでも年越しそうです。もうか年越しはお餅小麦粉でもない、お餅に行くよ私は。年越し餅。こんばんは。月仙家はお蕎麦よりお餅食べるんで多分お餅だね。うん、年越し餅だよ。目が痛い。おせちもね、あんま食べてないかもしれない。こんばんは、こんばんは。眠たいね。眠たくないけど、一日中なんか家でポエってしてたらなんかポエってしてる。いや、掃除してたんだよ、ちゃんと。もんは今日はけど、こんばんこんばんは。天ぷらとおそば、いいね。おせち頼んだ、いいね。私おせちにさ乗ってるさエビが好きです。お片付けもうちょっとあるね。だ終わってね、ゆっくりやってるから。出張から帰りました。おもちゅかり、ももちゃん見習って片付けしない。ももちゃんを見習えな。おもちゃを見習いな。29まで仕事してる。頑張ろうね。ももかも何日までなんだろう、わかんないけど。会社の女子が3万くらいの人たち。すごい。続いてお部屋、いや全然奥の部屋可愛くないよ。7000円のおせちはすごいよ。1万円、いや1万円もすごい。私もおせちはね頼んでないんですよね毎年。ぬいぐるみいっぱいの可愛いイメージ。すいません、ぬいぐるみはあるんですけど全然シンプルな部屋ですね。もうちいかわのぬいぐるみとかちょくちょく他にもぬいぐるみがいるんですけれども、ぬいぐるみ大きすぎるとくしゃみが出ちゃうのでほどほどに。ももがリビングにね置いてるんだよね。ここに置いてるんだよね。
ぬいぐるみ高すぎて落ちる。大きすぎるとね、なんか置く場所がねなくなっちゃう。これ指にね、 UFO キャッチャーで撮ったやつ。ね、聞いてほしい。あのさ、今 UFO キャッチャーでさ、なんかめっちゃ声が出るモモンガと、なんか叱ってみろっていうモモンガとでっかいモモンガとちっちゃいモモンガのクレーンゲームと、ピタってくっつく、肩とかにピタってくっつくモモンガ全部出てるんだけどね、全然取れないの。そう、本当に今モモンガが人気でめっちゃクレーンゲーム出てるのに全然取れなくても、だから今パパ見てたら、パパ今見てたら、見てないかもしれないけどお仕事とかで見てたら、もう音声が出るモモンガが欲しい。叱ってみろっていうやつ、お腹押したら。普通に LINE で言えばいいのにさここの配信で、わかんない、お仕事してたら見てないと思う多分。え、そうだよ、ソレイユにちいかわショップあるのに、もうか、なんか7時までらしくて、でも7時までだったから、なんか7時半とかに前行った時に、ああもう終わっとるってなったから、わあ来たパパ見と、頑張りますって来たそうね、いっぱい出てるから、本当にその叱ってみろって音声がついてるやつだけ欲しいんよ、他はもう我慢するの。見てるフフ見てる、そうだよ、見てくれてるよ無理しないでね、最近のクレーンゲームは難しいから。なんかモモンガちゃんのクレーンゲーム昨日3回ぐらいしたんだけど、なんか昨日じゃない、一昨日、いつだっけ、もうちょっと前に3回ぐらいしたんですけど、もう持ち上がらなくて、もう無理だと思って諦めた。なんかこれくらいのモモが欲しいやつ、なんか今めっちゃこんなでっかいやつ、パパがくれたのおくるみモモンガちゃんぐらいのサイズも出てるんだけど、おくるみモモンガほどでっかくなくて、私が今欲しいやつはなんかこれくらいのやつで、なんか小さくもなく大きくもないぐらいのこれぐらいのやつで、なんか音声がついてるの。なんかね、栗まんじゅうちゃんもあるらしいと、モモンガ回数するとあんま強くなる。いやそうなんですけど、なんかね、あの前4000円やって取れなかった経験があるから、ちょっと怖くなってるんだよね、もうかだって一回さやろうって思ったらもういっぱいお金使っちゃうじゃん。そう、ユーフキャッチャーでやるし、え、だそれも家族みんなでやったんよ、パパとママとモモで行った時に何だっけあれ、何が欲しかったんだろうあれ、え、何だったっけな、なんか桃のなんか隅っこ暮らしのなんかでっかいやつ、桃のなんかあれだったんですよ、肉まんのやつ。それを家族みんなで頑張ろうって言って私もやって、パパもやって、全然取れなくて諦めたっていう話があってみんなでうわーって
撮ってる動画面白いよね。うまいよね、なんか引っ掛けたりして。何、クレーンゲームを動かすの楽しんだだけで4000円が飛んでいったね。ちょっと結構グサッとくるよ。いいよ、楽しかったからいいんだ。目が痛い。店員さんにもいいことめっちゃ取りやすい人って。いや、たまにめっちゃ優しい人いるよね。なんか「お願いします」ってチラッて言ったらめっちゃ優しい人めっちゃたまにいるけど、なんかそう、目の中になんか入ったかな。目がなんか痛い。え、もうか言っても全然だよ。コーチのね、店員さんたまに言ってくれる。目がさ、なんか痛くなってさ、急に原因不明の。おまけして、全然そんなことないよ。コンタクトずれたんかな。あ、コンタクトしてないわ今日。コンタクトしてないのにみたいな。何も目に入ってないのに痛い。うん、治って、なんか治ってほしい。頑張れ私の目。なんかゴロゴロするん、そう、ゴロゴロするの。コンタクトって何つけ、何つけてるんだよ。なんか白い、前見せたことあるんだけど、いや、物もらいじゃなくて、ただ今目に何かが入ってるだけ、入ってるというか今一瞬痛くなってるだけです。ライブマシンになった。こっちの目でもない、なんかさ、何も入ってないのにさ、目に。あ、だいぶマシになった。まだ違和感はあるけど。たまにの水で洗ったらいいんかね。なんか結局なんか入っとるんかな、目に見えないだけで。みゃん、アイボンって何？目をなんか綺麗にするやつ、あの目パチしてるやつ。涙出るとあれな、これどうやってな私どうやって涙出すん、無理だ。今日のメイクは自分です。しかもめっちゃ適当にやってる。炎症が起きていると異常に入っていく、うん、でもね今だけなんよね。さっきまでずっと何もなかったから。あくびか、頑張ろう。
あ、ダメだ。これぐらいのあくびじゃ無理だ。どういうなるの？今急にでも泣き出したらさ、もう本当にどうしたんって思われる。ももちゃんってどうしたの？一番確かに映画とかね、こないだ見た。それの途中から見に来た人、どうしたももちゃんってなるよ。そっちにさ、なかったかな目薬。いや、なかったかもしれん。なかったでしょ。モモンが取れなくて泣いてますもん。悲しい、痛い。治ったと言いつつそんな治ってなかった。すんごいドアップの配信になってる。気になる。でも水がある。さささささ下たたた。まだね、さっきじゃないわ、さっきママにもらった、まだ飲んでないお水がありました。でもここで洗ったらびしょびしょになる。他の涙さん全然見えない。全然見えなかった。全然見えない。モカの今日の配信のったもうほとんどが目が痛い配信になってる。普通にさ楽しく話そうと思ってたら目が痛い配信になってるんだけど。泣かないで。あれかな、なんかあのなんかささっきやったさ目のにしたあの化粧とかのあれがちょっと入ってるかも。ごめん、なくしてごめんってね。みんなが他のこと。
やいだとかみんなに謝られてる。あ、でもだいぶマシになったかも。まとめだいぶでも地味にあるけど、うれし泣き。こんばんは。今ガッキー画面で見てるからおもちゃん都心だよね。めっちゃ顔がドーンみたいになってるんじゃない。そう、多分嬉し泣きってしたこと。嬉し泣きか。スティール買った時とあとあるかな。なんかでもこの STU 関連だったら嬉し泣きはあるかもしれない。うん、多分こう STU でなんかのなんかではあると思う。でも普段は確かに中学校行ってる頃とかはなかったかな。小学の時どうだったっけ。もうすんごい安心したんだよね。どうだったっけ忘れちゃったけど、でもとにかく最初なんか無理みたいな雰囲気だった時はほんまにもうやばいと思った。なんか嬉し泣きもするけど、嬉し泣きより悲しいとか寂しいとかの方が自分的に多いかもしれない。むしろそっちへ泣きそう。そう、えっ、むちゃ悲しいとみんなから本当。うん、同期の卒業、そう、卒業の時とか悔し泣きとか、そうそうそう、嬉し泣きもでもあるよ。アイドルになってくれてありがとう。こんばんは。まだ完全には向いてない。こんばんは。笑いすぎてもめっちゃ涙出る私。あ、辛い時もね。大人になるとなかなか泣くこと、確かに、え、なかなかないよね。
でも私ちょっと今見てるからあるかもしれないけど、本当にパパ泣かないんですよ私の、特に私たちの前では。でもなんかそれでずっと泣かないイメージがパパあって、いい話ですよこれ、あのほんまに泣かんなって思っちゃったんよずっとまあね、でもどうだろう、女性の方がさ泣くからあれかもしれんけど、なんか私が STU に入ってパパが見に来てくれた時はもうめっちゃなんかもう今まで見たことないぐらい泣いたみたいな言ってて、なんかもう見ながらずっと泣いてたよみたいな言ってて、えっと思って、私からしたら泣かないイメージだから、なんかそうちゃんといい話ですよそうだからなんかこう公演を見に来てくれた時とかコンサートとかをの時に見ながら早めに行くときはないじゃん、どうかな、そうだから多分そうまあないけど、最近はだからそうパパが泣いてる姿結構見るんですよそこで嬉しい話ですね。そうあら私のね泣き顔結構皆さんに見せてるかもしれないんですけど、どうだろう、私でも多いかな、いやもう本当にね、映画は泣くよ私、アニメでも泣くし、なんか私いつもなんか困って泣いてるよねここで最近はだいぶ減ったけど、なんか困った時に泣く気がする。学校の卒業式は小学校も中学校も全く泣いてないんですけど、高校だけもう思い出したくないぐらい泣いてましたもう思い出したくないぐらい泣いてしまって、もう無理ってなってる、なんか たまに忘れてるあの日のこと。そうなんだろうね、私もなんか小学校とか本当に小学校ってみたいな、なんか楽しかったなみたいな楽しかったっていうか、小学校が結構一番嫌な思い出も多いですけど、まあでもなんか感動って感じではなかったね全く自分は。中学校はなんか中学校は楽しかったんだけど、途中でね一回広島来て中3の終わりぐらいからこっち来て卒業式だけ参加した形だったから、なんかちょっとみんなとの距離を感じたんよねクラスの子たちと。それでなんかそうこんばんこんばんは。でその後すぐにお仕事があったから、卒業式の後にみんなとこう浸ってる時間もなくてやっけんなんかすっと帰ったんですけど、高校はもうボロ泣きでしたね。多分なんかお友達できないって思ってたから、できて嬉しかって特にだったんだと思う。高校卒業できてくれ本当よ、無理だと思ってた。
みんなの卒業式のソングはわかるかな。私どうだろう。私は旅立ちの日にと、あ、高校歌ってた、あれ歌ってたっけ高校、あれ高校は歌ってないかな私すんごいあれなんですけど、学校の校歌一個も覚えてないんですよ送ることはいいの。旅立ちの日に、私も旅立ちの日に、小学校の時かちゃんと覚えた卒業式の歌、私旅立ちの日にしかなくて、なんかあの中学校の時にはなんかラッドウィンプスさんの曲だったんだけど、歌詞が分かんなくて、あの卒業式だけ参加したから、あの練習できてないまま音楽が流れ始めたからね、全然分かんなくてプチパクだったんですけど、高校もね多分コロナの関係でみんなで踊ってないわ歌ってないんだよね。そうだから私がちゃんとあの歌った卒業ソングは旅立ちの日に、今別れの時飛び立とうエールもなんか、そうなんだ、そっか卒業か、さよならは悲しい、それぞれの夢と僕らをつなげるか、共に過ごした日々を胸に抱いて旅立つよ一人で次の空に、空にどっちだったっけ分かんなくなっちゃう、空 A か、ん分かんなくなっちゃった A か いい曲だよね。エールは幼稚園の頃から覚えてる、多分ママが流してたんじゃないかな。桜の木になろう、いいね流れたの。1月20日、おはちよろしくお願いします、待ってます、ありがとう。エールが幼稚園の子がなんか前も誰か言われたことあるけど、あ、なんだっけ、ヘビーローテーションを小4の時にめっちゃ踊ってましたみたいな、ヘビーローテーションじゃない、違う、なんだっけ、恋する昆虫クッキーだ、間違えた、まあ、全部聞いてたんですけど、恋する昆虫クッキーを小学生の時にずっと踊ってましたみたいな話をしたら、その小学生かみたいなでももう今はね STU にはもっともっと若い子たちがいますのでね、春夏秋冬もね、春っていうか別れの曲とか、別れとか出会いみたいな感じの曲だよね。キモノさんのツアー行ってました。すごい、いいね。手話は別れ、手話はあれ恋愛の別れの曲じゃないそう、そういうあれやね、その春の卒業みたいな曲ではないけど、楽しかった手話、思い出は続く、そう今でも愛してる、だけど振り回したくないの、私は私らしく歩いていくわ、じゃあね、バイバイの歌だね。そういう卒業ではないけど、
恋愛的な卒業ソングですねの歌。かっこいい、なんかちょっと女性のイメージがあるね。なんか自分の意思がちゃんとある女性の感じのイメージあるから、ちょっと大人っぽい曲って勝手に思ってるんですけど。リメンテオトラ私の引っ張りを点滅し始めた力を無視して何を当たり前のように付き合わせるつもりが誘い方が多いすぎてちょっと疲れてきちゃったわここで休ませてね。そうだ、なんかちょっと大人っぽい女性の感じですね。リカワで投票してくれたの？ありがとう、嬉しい。ピンクの衣装かわいいね。衣装はかわいい感じ。サバサバしてる女の子と浮いてくれるとか、なんかなんかそんな感じよね。誘い方がすごいぐいぐい来る系だったかな。桜の花びらたちもいい、うん、大好きな人もなんか見送るみたいな。室内別れだよね。テクとかいうのが確かありがとうミラーボール。好きなのに見送るって切ないね。切ない曲だよね。エミリーさんするコンサートね、よかった。すごい歌詞あんまり読み込まない、たまにこんな曲だったのかと。いやなるよね、なんか深くね読んでみんとわからん時もあるじゃん。大好きな人から好きな、私も大好きな人好き。愛とは何なのかやっと分かった。突然さようなら、どこか不安気な風を待つ、風を待つを聞くと、まあ始めた頃あるよね、そのなんか自分がのこと思い出すよね。誰よたちよか、お、ありがとう。
り言で語るくらいの、確かに最近やってないかもしれない。大好きな人、かこもーちゃん幸せなら、ありがとう。かこもーちゃんかわいい。風を待つ、風を待つ、チュ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 ルチュン、テレテテレテ、この波の時泣いちゃう、わかる。フェリーいいよね、この波。歌の歌詞？歌の歌詞か。書けるのかな。あ、靴だ。ありがとう、まるともちゃん。はじゅれって書いて。ありがとう。これ、当たりとかのやつなんだね。当たったら何もらえるの、今回。風と言うと TikTok、 なんかさ、今日もさ、めっちゃ謎な TikTok 自分のやつ上がっててさ、なんだこれってなってたんだけど、なんか遠くから踊ってる私がなんか映っててびっくりしたよ今日。あ、みたいな、いつの間に撮られてるんだろうみたいな。あの TikTok はほんまにかなりの層引きの絵なんですけど、多分あれ見てもらえたら分かるんですけど、だいぶ頑張ってる場所で、頑張ってるっていうか、だいぶね、あの頑張って踊ってます。あの場所ちょっと落ちそうで怖かったんですけど、下も揺れてる。そう、めっちゃ揺れる場所だった。風強かったかも。めっちゃ強かったね。僕はこの目を眺めてるの。友は波の音に。いいよね。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない目の浜辺に。間違えた、なんか。うちの母さんにゃ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 。語りかける、誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。ちゃんちゃん自由すぎて、あとなんかこの海を眺めるだろう。果てに腰掛けて、いつも問いかけているよ。夢について夢について生きるとは何かと絶えずに黙ってても見てくる。今日は波の音。こんばんは、こんばんは。お宝配信しましたね。僕はこの目を眺めてるで、いつも涙をこみ上げてくる。わかる。後ろはね、みんなへのタワーのお礼です。じゃらーん、校長。また外れ、外れだ。当たれ、当たるんだ。
まるともちゃんプレゼントありがとう。お疲れさん。雪だるまありがとう。たかきさん I love you ありがとう。ふふ。ひびきくんありがとう。つつさんありがとう。ハッシュさんミラーボールありがとう。レッドさんありがとう。チータピありがとう。モッチーさんありがとう。エリックさんありがとう。つぶつぶつらくるさんありがとう。しんしんしんくんさんありがとう。くごぴょんぴょんさんありがとう。リッチさんありがとう。新井さんありがとう。うじうさぎさんありがとう。クリスマスやん。確かに下にあこれそう持ってきたんだったら飾ろうと思って前にセトラブで作ったリース今でもあれ画鋲がないかもしれない。いつの間にかここだけなんか取れちゃったんだよね。ちょっとなんかで貼っつけようまた。なんかあれかな。もう一回刺したら多分いけるやつだ。可愛いでしょ。うん。あ、いい感じになった。そう、これ飾ろうと思って持ってきたんですけど。真ん中のクマさんは何だ？かわいい飾り付け？2年以上前かな？何年前だろう？そうだよ、ふうさんと作ったやつだよ。こんな感じで。まだちょっと画鋲がないんだけど。イヤリングそう渡した。いやだいぶなんかでまだ違和感あるから配信終わったら目洗いに行こうかな。猫が来る。2年以上前の話だっけ。もうそんな前かな。これ作ったのそうまだ目ゴロゴロし。こんばんは。ふうさん卒業したの2年前の8月。じゃあ2年以上前だね。もうそんなに経つかしらね。会いたいな。あの時なんだっけ、ふうさんがコンサートに出演してくれた時以来会えてないですね。そう、ナナさんの
時のコンサートかな。以来会えてないかな。時の流れ早い、めっちゃ思う。ももちゃんとその頃出会ってなかったか、2年半以上だって。そっか。こまこま、あの時ね、アボカドがすごく褒めてくれたの、ふうさん。もうすごいねって、すごいアイドルだったっつってめっちゃ褒めてくれて、いまだにすごい思い出して、思い出して、なんか本当にすごい褒めてもらえて、そう今でもこう心の支えの言葉っていうか、ママが好き、ママが好き。あとも、あとそう、前にそうコークさんもあの公演を見てくれた時に本当に褒めてくれて、なんかそれすごい、その先輩が褒めてくれた言葉がずっと私の心の中の支えになってる。ハムの時、あれなんで知ってるのみんな。そうめっちゃ褒め、なんかすっごいアイドルだねって褒めてくれて、そう。偉大な先輩が褒めてくれて、本当に本当よ。あのもうすごい本当にね、あの感謝です。二人とも内容を見て褒めてくれて、そうすごい嬉しかった。見上げだけだからファン目線のおもちゃ、おもちゃみたいな。全然そんなことないよ。こんばんは、こんばんは。あ、そうなんだ。にゃん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 。こんばんは、こんばんは。今度はおもちゃんがそういう存在なので。でもなんかその言葉があったから、今までそうこう前向きに頑張れ、うわあ加湿器が頑張れたんじゃないかなって思ってる。その言葉がなかったらもっともっといろいろへこんでたと思う。こんばんは、こんばんは。
加湿器が呼ばれた。あ、水入れてって言ってるのかもしれない。こんばんは。喉乾いたかしつきそう。喉乾いたかもしれない。こんばんは。横顔がかわいい。横顔も怒る人そこで。もうでしょって。も もに来ない。いや、女の子にはもっていうのがいいんよ。今日も可愛いねって。なんか女の子褒める機会あったら今日も可愛いねって言ってみてください。毎日可愛いねとか360度全部それは最高なあれやね。今日はは何、今日はだったらあれ、昨日の私はって、今日の明日の私は可愛くないのって言われちゃうからそう、女性心勉強の会。それ言えるのもだけ本当ありがとう。ってことないかもなかなかでも言わんよね。なかなかさ異性にさ、アイドル応援するようになってもう自分も飲みましたその分いや、そうだよね。女の子のこだわりが強いっていうのはまずあるんよ。実際すごい女の子は本当にね、いろんなこだわりがあって、ちょっとでもなんか言葉がね、うんって言うからよく多分男性からしたら女心って結構難しいとか、まあってなるよね男性からしたらめんどくさいってなるやん。そう、今日も視聴成功です、ありがとう。アイドルさんにしか言ってくれなかなか私生活で言わんもんね。髪切ったのには絶対気づかない。いや、例えばさ、めっちゃロングの子がめっちゃボブにしとって気づかんのはちょっといや気づいてって思うけど、ちょっと切ったやつは全然何も思わないもんか。なんか別にそんなイメージ変えてないやつはそう、ナルト市に住んでたインドネシア人です。ナルトの MV ありがとう。ありがとうおしに好きって言えない人もいい。そうだね、ちょっと恥ずかしいっていうのも。あ、それでも怒られるのかいやでもね、さすがにロングの人があのボブにとかにとかショートとかにしてしたらそうきついってって思うけど、だって間違っちゃったら気まずいしね。切ってないよって言われる、うん、ねえ、みんな気づいてって、そんな小さなんじゃ。でもか、そんななんか今までイメージ変えるほど前髪とか髪とか切ったことないからさ。そう、
最近だったらサーヤン、そうね、サーヤンがボブにした時とかにはそう爪きれいとかに、どうなんだろう、爪きれいって言われたこと、言われたことないっていうか、そんななんか私爪さ何もやってないから、あのやってないっていうかいつも切ってるだけで、あの何でマネキュアしてないから、仕事上あんま言われたことないかも。爪さ、例えば女の子ってさ2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回あの爪のお店に行ってさやるじゃん。そう、それとかを多分気づいてほしいっていうのはあるんじゃないかな。私はやったことないので分かんないんですけど、手の爪はねすぐ切りたくなってしまう人なの。そうそう、ネイルとか手綺麗、どうなんだろうね、なんか前切った時話しか言えてなくて、言えなくて話したいこと多くて後から落ちてまた話そうね。そうだよね、途中ね。手小さめ、ネイルの変化に気づける。大丈夫だよ、 STU はネイルみんなしてないからそこは怒られないよ、大丈夫だよ。今の角度からありがとう、顔小さいけどめっちゃ褒めてくれとる アイラインはしてますね、軽く。出てもめちゃそこはいいよ、どっちでも。ありがとう、出てちっちゃめです。見る角度によっては可愛いし大人っぽい感じです。ありがとう、そろそろ読もうかしらね。アイラインで結構ね顔変わるよね、なんか下げたり上にして、私はなんか自然な感じが好きなんですけど、跳ね上げるとちょっと大人っぽくなったりするしね。にゃ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 ん、もちゃんの耳と鼻も好き、お耳最後の一瞬で聞きたいこと、にゃーにふふふ、仕事でもおもちゃんをプレゼンしてるけどみんな顔ちっちゃくて顔言ってたありがとう、今後を勉強します、ありがとうなんかモーカのこと褒め褒め会になってるんだけどありがとう、あのことですね、なんやなんや、そんなこと言われたら気になるやん私は英語を話せるし、いつかなんか英会話に行ってめっちゃ話しとるかもしれん、鼻も高くて素敵な、ありがとう、ももちゃんも好き、これはそれはそうね
だってさ、やばい、ももちゃんにまだ言うならまだしも、なんか彼女とかに何々ちゃんも好きとか言ったらもう喧嘩ですね、それは。おーちゃん英語で、おーちゃん英語、あい、ちょっとしかできない、ちょっとしか存在が好きありがとう。はーい、はーい好きな単語ハロー、ハロー、大事やけん。洋服あったかいよ。ももちゃんの出演アップ聞いた、猫猫まないで猫まないで。ハッピーやん、ハッピー、はーい、イカラちゃんの歌I like Momochan too. Thank you. STU がインドネシアに来たことあるから、ももちゃんもインドネシアに来ること待ってます。行ってみたい。I want to go インドネシア。合ってますか？行きたい。なんかね、活動で海外とかないからね、どうなんだろう、行ってみたいけどね、みんなで、メンバーのみんなでさ行ってみたいけど、全然ないよねそういう話は海外はないよね。新婚旅行はラスベガスがいい新婚旅行パスポート持ってないのよ。そう、イケちゃんハワイ行ってた、すごい。あー確かにコロナがねなかったら行けてた可能性もあったかもしれない。ガルーダインドネシア、行ったことあるの、まさか、すごい。ではももかさんは読みます。読みますね。おめめが心配、おめめね、ずっとなんか13位の高木さん、ありがとう。元旦公演当たったから正月かもちゃんに会える、お待ってます、ありがとう。12位のしいたけさん、ありがとう。11位の奥間さん、ありがとう。10位のとしさん、ありがとう。気持ちお外が寒くて夢じゃなくて文句に会えない頑張ってきて、待ってるよ。キュウのジェタンさん、ありがとう。いつでもが一番かい、いつも言ってくれてありがとう。チのコウジさん、ありがとう。食事会中、会社の偉い人たちの目出し見て大丈夫なん、大丈夫なの、ありがとう。タナイの福ちゃん、桃子組、ありがとう。6位のドラガンさん、ありがとう。桃ちゃんとの素敵な思い出に少し驚いてる、ありがとうね、たくさん。5位のタツさん、ありがとう。クリスマスも元旦ももに会えるの幸せ、お待ってるね、会おうね。4位のハッシュさん、ありがとう。3位のお疲れさん、ありがとう。2位のタちゃん、ありがとう。1位のまるともちゃん、ありがとう。
ありがとうございました。またねー、おやももー、おやすみなさい、またねー。